さあ今宵も行きましょうか。死刑囚となった人物の事件を皆様にお送りさせていただきます。1978年10月16日、とある一家にお宅のお嬢さんを預かっている、3000万円を用意しろと連絡が入ったんです。これね、結構なかなか考えにくい事件だったんですよ。まずね、犯人は会社経営をしていたんですが、会社が徐々に傾いていくんですね。そんな中、韓国に遊びに行った時に愛人も作っておりまして、そこでどん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 借金がかさんでいくんです。犯人の奥さん方の姪っ子をさらってお金を引っ張ってやろうと考えるんです。というのも、奥さん方の親戚も会社経営をしておりまして、家族ぐるみの付き合いでかなりお金を持っているということを知っていたんですね。それで自分の姪っ子に近づいてクロロホルムで寝かしつけ、そして殺害した後に身の代金を要求していたんです。こんなんね、身内同士の犯行なんて 100% バレるわけなんで、いやーひどいなと思います。ではチャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。お金って怖いね。さあ今宵も行きましょうか。2009年8月3日にとんでもないストーカー殺人事件が起きました。犯人の林は事件当時42歳でございました。電気系統の専門学校を卒業後、配電設備系の会社に就職し、ずっとそこで20年以上勤め上げていたんです。非常に真面目な人物で、お酒なども手を出さなかったそうなんですよね。また26歳の頃に膠原病を発症しておりまして、女性と結婚することも考えていなかったんですよ。女性との交際経験もありませんでした。そんな林はインターネットで女性に耳かきをしてもらうサービスを知るんですね。そして調べてみると、美穂さんっていうドストライクな女性がいたんで指名して入ってみるんです。そっからもうハマっていくんです。何百万ものお金をつぎ込み、もうこれは客と店員の関係ではなく、もう特別な関係なんだ、そう思っていくんです。で、林がどん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 要求をエスカレートさせていき、何あの人気持ち悪いと出禁になってしまうんです。いつしか愛は憎しみへと変わり、2009年8月3日に新橋にある美穂さんの家に行き、そこでおばあさんと美穂さんを殺害してしまいました。当チャンネルにて詳しく説明しておりますので、もしよろしければチャンネル登録の上ご視聴いただければと思います。ではありがとうございました。さあ今宵も行きましょうか。日本最高齢の死刑囚を皆様にお送りしたいなと思います。死刑囚となった大浜松蔵は昭和3年6月4日に東京都江東区亀戸の書店経営者の次男として生まれるんです。非常に内向的で学業も諦めていた彼は、まあなんとかね、中学校は卒業しまして、その後国鉄の職員になるんですが、ギャンブルであったり買収にはまりまして、切符の売り上げを使い込み、それがバレて懲役1年の判決を受けておりました。その後ホームレスをしたり、またはね、工場の寮で生活をしたりしていたんですけど、1963年頃隣人からステレオの音がうるさいと苦情を受け、そこから病的に音に敏感になっていくんです。その後職を転々としながらいろんなところで生活をしていくんですけど、至るところで音に対するトラブルを抱えていたんですね。非常に執念深い男で、約10年前にトラブルを抱えていた一家の住所を調べ上げて、包丁を用意してそこに襲いに行こうというような計画も立てていたそうなんですよ。そして1974年8月28日、近所でピアノの音がうるさいと何度もクレームを入れてもなかなか治んないとして、その一家を殺害してしまったんです。それで逮捕され死刑となっております。ではありがとうございました。さあ今宵も行きましょうか。2014年10月1日、北海道にあります南幌町にて女子高生が母親と祖母を殺害した事件が起きました。実はね、この女子高生が殺害後お姉さんが帰宅していたんですけど、ちょっとね、証拠隠滅を図っていたんですよ。それには理由があったんです。事件の始まりは、祖母が一緒に住まないと言って移り住んだことからスタートするんですね。あまりにも高圧的な態度により、女子高生のお父さんは家から出ていくんですよ。女子高生の母親が祖母のいじめを守ってくれるかなと思っていたら、一緒になっていじめ出すんですよ。真冬に裸で外に出ていなさいというふうに放り出したこともあったり、台所の三角コーナーの生ゴミを食べさせたり、まるで犬猫もしくはそれ以下奴隷のような扱いをずっとしていたんです。いつしか長女と女子高生の三女は一緒にお母さんとおばあちゃんがいなくなればいいのにというような妄想話をするようになっていき、そして手にかけてしまったんです。この事件詳しく動画で上げておりますので、チャンネル登録の上ご視聴いただければと思います。ではありがとうございました。さあ今宵も行きましょうか。本日は少年事件を皆様にお送りさせていただきます。2007年5月15日、福島県会津若松署に17歳の男子高校生が現れるんですね。そしてそこで少年はとんでもないことを言うんです。母親を殺しました。その少年の持っていたショルダーバッグの中には、なんと母親の生首が入っていたんです。少年は中学校時代は文武両道でスポーツもでき、そして学業も優秀だったんですね。そして高校進学のために地元から約60キロ離れた会津若松市に弟と二人でアパートに暮らしていたんです。で、高校に入ってからは周囲と馴染めず、たびたび休むようになっていきます。
高校2年の9月頃にはもう不登校気味になっておりまして、3年になってからは5日間しか登校しておりませんでした。でどうもその少年はいじめにも遭っていたような発言をしていたそうでございます。で14日の午後6時過ぎに母親がアパートに現れ、そして誰でもいいから殺してやろうと思っていた少年は母親を殺害しバラバラにしたそうでございます。ただね、この少年は結構 SNS にそのような犯行を書き込んだり、なんかどうもこれこれさんに突撃したとか、そういう噂も流れておりまして、何なんだろうなと思ってしまいます。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価お願いいたします。ありがとうございました。さあ今宵も行きましょうか。本日は不倫の末に交際相手の男性が死刑となった事件を皆様にお送りさせていただきます。兵庫県芦屋市でタクシー運転手をしていた当時33歳の男性と喫茶店経営の女性、当時33歳は不倫をしていたんですね。である日その女性がタクシー運転手をちょっと冷たくあしらうんですよ。それでその男は何ふざけんなと逆恨みをするんですね。手切れ金もらおうじゃないか、別れるんだったら金出せというふうに思うんです。それで彼女の長男を盾に取って手切れ金を奪う計画を立てるんですね。それで1976年12月24日に女性宅に上がり込むんです。で長男を盾にしようと思ったら騒ぎ出したんでタオルで首を絞め殺害。その後タンスの中から現金33万円を盗み、女性が帰ってくるのを待っていたら、たまたまそこに当時54歳の夫旦那さんが帰ってくるんです。お前何やってんだと110番通報しようとしたところ、タクシー運転手の男性は文化包丁でサクッと刺して殺害。まあ、結局お縄になるんですが、地方裁判所ではまあ不倫していた女性も悪いんじゃないのということで無期懲役となるんですが、その後控訴され死刑判決が言い渡されております。さあ今宵も行きましょうか。2005年に耐震構造偽造事件というものが起きました。通称アネハ事件でございます。国の設けた基準以下の建造物を設計して販売したとして、それが発覚し大問題となったんですね。そりゃそうですよ。だってマンションとかって一生ものの買い物じゃないですか。でこれはね、もうコンサル会社、販売した会社、いろんなところがもう組織ぐるみでやってたんじゃないかって言われたんですけど、最終的には一級建築士の姉派さんが一人でやったという風になって懲役5年の判決が言い渡されました。もうメディアはね、相当叩いて、姉派さんは不倫している、女に金を貢いでいる、しこたま金を溜め込んでいるという風に言われていたんですが、実際は保釈金すら払えず、そして奥さんはその後自殺までしてしまったんです。で耐震構造を偽装したと言われていたんですが、東日本大震災があってもひび一つ入っていなかったと、実際めちゃくちゃ強固な建物だったということが証明されております。いや、いろんな意味で怖い事件でございました。ではではでは、チャンネル登録お願いいたします。さあ今宵も行きましょうか。本日は死刑囚最後の言葉をお送りさせていただきます。勝田清隆、昼間は真面目な消防隊員を行っておりました。けれども彼には裏の顔があったんですね。金遣いが荒くて強盗によく入っていたんですよ。1972年から1983年にかけて8名を殺害しておりました。そんなね、勝田はテレビ番組にも出演しておりまして、まあすごいサイコパスだなと思われます。で最終的に逮捕され死刑判決を受けました。で獄中では重度の腰痛に悩まされ、ほとんど寝たきり状態でございました。そんな彼は教会史の影響を受け、般若心経を唱え、そして被害者一人一人の名前をつぶやいて謝罪の言葉を述べておりました。最後の言葉は、目隠しを取ってもらえませんか、もう一度先生の顔を見たい、ごめんなさい。この先生というのは教会史の先生の顔でございます。いやー、後悔時すでに遅す、もっと早くね気づいていれば、または気づく機会も多々あったのではないかと思います。ではチャンネル登録高評価お願いいたします。ありがとうございます。さあ今宵も行きましょうか。本日は相当根深い事件を皆様にご説明させていただきます。2010年群馬県に住む小学校6年生の女の子が1年以上必要ないじめを苦にして自殺をいたしました。でこの子は小学校4年生の時に愛知県から引っ越しをしてきたんです。体育と家庭科が得意で、将来はパティシエになる夢を抱いておりましたが、フィリピンハーフということで周りから汚い臭い近寄るな、プールがバイキンで汚れる、給食を食べる時ももう一人ぼっちで、そして学級崩壊につながっていったんです。転校の話なども出ていて、その女の子は学校を休んでいたんですが、学校の先生から社会科見学だけはちょっと来てくれというように説得され、行ってみたらなんでこういう時だけ来るんだというようにまたいじめに遭ってしまうんです。そして2010年10月23日に母親にプレゼントするはずだった手編みのマフラーを使ってお亡くなりになっておりました。日本は少子高齢化で、気がつけば周りに外国の方がいるっていうのも徐々に当たり前になりつつあります。もしかしたら今後も増えていくような気もしますが、負けないでもらいたいなと思います。本当につらければ休み続けるっていうのも一つのような気がします。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録お願いいたします。私も逃げ続けた人生ですが、なんとか生きております。ではありがとうございました。さあ今宵も行きましょうか。2006年奈良県にて当時16歳の少年が自宅に放火し、ママ母そして異母兄弟合計3人が亡くなるというような事件が起きました。この事件の背後にはなんと医者の父親の存在があったんです。
この父親は幼少期から暴君で母親に対する肉体的精神的な DV を行い、そして少年に対しても精神的な DV をずっと行っておりまして、結果離婚で母親と妹は家を出ていきます。後にママ母がやってくるんですが、平穏な家庭は続いていくんですが、ただ父親の教育に対する DV はどん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 熱を帯びていくこととなります。少年も一生懸命頑張って IQ136、 そして偏差値78の東大寺学院に受かります。ただ一生懸命頑張るもののクラスの中で成績は下がっていき、それに準じて父親の精神的な虐待がどん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 加速していきます。ああもう逃げたい、もう辛い。でその日の晩、父親が家にいないことは分かっていたんですが、そういう逃げたいという思いから家に放火し、そして事件になってしまったということでございます。いやー、大学全入時代とも言われているこの時代、もしかしたら似たような事件というのが今後も起きるかもしれませんが、こういった事件からしっかりと学んでいく必要があるのではないかと私は思います。ではチャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。